ピースピースでお互いが動いていて、初めてそこでハマるのかなと思わせるシーンでみんなが会うので、まあ楽しみにしたけど、まあ、ゆりちゃん夜景だけ見てましたね。すごく綺麗なライトアップが外で繰り広げられていて綺麗でしたよね。うん、ちょっとベランダみたいなとこありましたね。爆発が起こるんですよ。だそれは一瞬の出来事で、それをだから同時にみんなが感じて、どれぐらいの衝撃でどれぐらいなんかこう何かを体感するのかってやっぱ想像でしかできないわけで、それをだから1000人以上のみんなさんとやっぱり合わせてリアクションを取るっていうことは相当大変なことだと思いますね。その現場に来てくださったまあまあ、エキストラというかもうまあ本当俳優さんですよね。1000人の皆さんと渋谷の空気を作って、その空気が一変するっていうシーンを撮ったっていうのはすごくまあす、うん、なんか僕はすごいことだと思って見てますね。この映画の裏の主人公っていうのはその渋谷に集まった人たちっていうね、なんか濃いメンバーがこうキャストというか出演者が登場人物がいますけど、それ以外のところが実は主人公なのかなっても思う映画なので、なんかそこになんかもっとフィーチャーしたいなって思って今喋ってるんですけど、寒かったです。もうとにかく贅沢でした。こんなにも贅沢な撮影ってあるんだっていうぐらいでしたね。まずもう本当セットの大きさっていうのが、もう写真だと正直もう伝わらないのがちょっと悔しいなと思っていて、見ると本当もうわって、でこの中で自分が撮影をしているって、もちろん想像、まあ、グリーンバックなので渋谷を想像しながら撮影したりしてたんですけど、なんかもう楽しくて仕方なかったですね。これがどういう風にどんどんこう渋谷が壊れていくのかなとか、エンターテインメント的にはどちらかというとそういう 爆破が起きるって言ったら、その爆破を止めるまでが大体そういうのがあるけど、今回はそこじゃなくて起きてなお物語が進むっていう楽しみ方って言い方はあれなんですけど、あるなと思います。爆破って書かれてても、爆破ってなんだろうっていう音を、まあ、監督と石田さんと共有しながら、まあ、現場に行くときにはそこの部分の不安はなくさないと現場行ったときにできなくなっちゃうよねっていうことで、で、まあ、すごくいろんなお話をさせていただいて、ね、あのなんか監督からは半分冗談でというか、なんか井上君が石田さん引っ張ってあげてねって言われてたんですけど、いざリハーサルやって現場に入ってみると、続いては本当に石田さんに引っ張っていただいて本当に頼れる先輩だなと思っておりました。真実にたどり着け、誰も見たことのないクリスマスを、サイレント東京。